広角のレギオスは、アメキ、シュースケによる日本のライトノベル。イラストは親友。藤見ファンタジア文庫より、2006年3月から2013年9月まで、刊行された。また、月刊ドラゴンマガジン2006年10月号から、不定期で短編が連載された。アメキ、シュースケの2作目となる、ライトノベル。荒廃して、人が住めなくなった大地に、 人間の唯一の生活の場である移動する都市が無数に行き交うという未来の世界を舞台にした作品。タイトルのレギオスとはこの移動する都市の名称であり、作中では自立型移動都市と書いてレギオスと読ませている。刊行当初のナンバリングにはローマ数字が用いられていたが、文庫本題十一巻からカバーデザインがリニューアルされ、それに伴ってナンバリングに アラビア数字が用いられるようになった。また、10巻以前の審判にもリニューアル後のカバーデザインが用いられるようになり、全巻を通してナンバリングにはアラビア数字が用いられるようになった。2006年11月のラジオドラマ化をはじめ、ドラマ CD、漫画、テレビアニメなど、様々なジャンルでメディアミックス展開がされている。2010年1月28日には、 ニンテンドー DS でゲーム化されている。2007年に開催されたライトノベルアワードでは学園部門賞を受賞している。2009年10月時点でシリーズ累計発行部数は400万部を記録している。広角のレギオスは荒廃した大地で過去のオーバーテクノロジーを頼りに生きる人類という終末 SF 的な背景に精霊や魔法、 怪物などのファンタジーの要素をミックスした世界が舞台となっている。舞台背景のテーマは剣と魔法の世界であり、これはファンタジア大賞に投稿していた頃から変わらないアメキの作風である。正確な年代は不明だが、現代から遥か未来の世界という設定で、本作よりも過去の時代の物語であるレジェンド・オブ・レギオスの舞台が西暦の末期から、 かなりの年月が過ぎた世界とされている。世界荒廃の原因は、ほとんどの生物を死に至らしめる謎の粒子状物質、汚染物質の存在で、これが大気と大地に充満したことで、全世界が人の住めない荒野溶かした。自然界ではほぼすべての動植物が死に変え、ほぼ唯一、汚染された大地に適応した凶暴な巨大生物、汚染獣のみが大量に生息している。 人類は、電子精霊と呼ばれる謎の存在が宿った移動する、都市、自立が移動都市に住み、その機能によって、汚染物質や汚染重といった脅威から守られている。電子精霊はその意志によって、自らの都市を動かし、汚染重を回避するように移動するが、回避しきれず都市が襲われる場合もある。また、都市には、動力源となる金属、セルニウムの鉱山の保有形をかけて、 他の都市と戦争を行う習性がある。こうした都市を存続させる上で避けられない戦いにおいて都市を守るために戦うのが武芸者であり、彼らは兵と呼ばれるエネルギーを操る魔法のような技術を駆使し、錬金鉱と呼ばれる特殊合金の剣や銃を武器に戦う。このような生活が根付いて久しく、世界が汚染される以前の歴史がほぼ完全に忘れ去られたのが、 この物語の舞台である。自立型移動都市は、円形の都市の土台に生活空間が築かれ、その外周に移動のための巨大な足が多数備わっている。また、足の上端部からは、エアフィルターが出力され、これが汚染物質が都市内に流入するのを防いでいる。この他にも、有機的な建材による自然修復機能など様々な機能が備わっている。 都市を作ったのは過去の錬金術師たちと言われ、その建造技術はすでに失われており、都市の中枢部分は都市民にとってブラックボックスである。大気中に充満する汚染物質が無線通信を遮ってしまい、都市と都市を結ぶ交通や通信の手段は危険で、時間もかかる放浪バスに限られるため、各都市同士のコミュニケーションは非常に希薄であるが、 その分、ほとんどの都市は自給自足が成り立っており、都市ごとに独自の文化が栄えていることも珍しくなく、大抵の人間は生まれた都市から外に出ることなく、一生を終える。また、都市自体にもいくつかのタイプがあり、生活に必要なすべての機能を備えた標準型や、特定の機能に特化した都市もある。都市の動力となるセルニウムは、 世界が汚染されてから発掘されるようになった金属で、都市は自身が保有するセルニウムの鉱山を中心とした一定範囲内を移動し定期的に補給を行う。保有する鉱山が多い都市ほど移動半径も広がり、地域の移動による季節の変化も訪れる。また、都市が他の都市と鉱山の保有権をかけて戦争を行う戦争期は2年に一度で、 基本的に同系の都市としか戦争を行わない。自立移動都市は、落土と呼ばれる存在を形にしたものであり、移動するのは危機を回避するためである。グレンダンでの決戦後、汚染物質の減少とそれによる汚染獣の減少により、危機回避を行う必要がなくなったためか、自立型移動都市は徐々に移動を停止させ、ついには完全に停止した。この停止によって、圧縮植物による、 有機プレートが暴走し、周囲の大地に根を張って一本の巨大な木となり、自然界の循環を再生させた。後にこの現象は、放火と呼ばれるようになり、人々は自立が大道都市からの脱却を余儀なくされ、急速に大地への移住が進められる。この世界の大変貌により、暦は、新ンドレ期と改められることとなる。電子精霊自立型大都市の意志である、電子精霊は、 都市民にとって謎の存在であり、電子精霊が都市を動かしている以上のことは分かっていない。普段は都市の中枢部分にいて姿を見せないが、時折外に出ることがあり、その時の姿は都市によって異なる。セルニウムの供給が立たれるなどして都市機能が完全に停止すると電子精霊も死んでしまうが、汚染中に都市を破壊された電子精霊が 性質変化を起こして単独で存在し続ける場合があり、そうした電子精霊は廃棄族と呼ばれる。廃棄族は汚染獣への憎悪に狂った存在となり、失った都市に代わる宿主を求め、宿主となったものを支配し、汚染獣への戦いへと向かわせる。武芸者が廃棄族に憑依されると通常とは比べ物にならない力を発揮するため、汚染獣と よく接触するグレンダンでは廃棄族を求めている。しかし多くの場合は廃棄族に意識を支配されてしまう。また、中には都市にならず、自らの意志で武芸者の力になることを望む者も,もおり、ニーナが幼少期に命を救われた電子精霊もその一つ。武芸者は通常の人間と身体構造が異なり、腰のあたりに刑を大量に発生させる。 経脈と呼ばれる内臓を持ち、そこから経の通り道になる、経時という管が神経と並行するように全身に伸びている。経はすべての人間が生きているだけで発するエネルギーだが、普通の人間が発する経は非常に微弱で、生まれつき経脈を持つ者のみが武芸者として戦うことができる。戦争や汚染獣の襲撃に対する戦力である武芸者の有無は都市にとって死活問題で、 大抵の都市は、経脈を持つ子を誕生させ武芸者として教育する、ことを推奨、援助し、優れた武芸者を優遇する。一方、汚染獣に対抗する、ほぼ唯一の力である景は、汚染された大地で人間が生きるために授けられた天の、恩寵として神聖視されており、武芸者には強さの他にも神聖な力を扱うに、ふさわしい、貧困法制さが求められる。 以上のことから武芸者には比較的裕福なものやプライドが高く潔癖なものが多い。軽脈で発生した軽は、軽時を通ることで肉体のあらゆる能力を強化する力へと変化し、体外へ放出されると破壊力を持った衝撃波へと転ずる。前者は内力軽かつ軽、後者は外力軽症、軽という技術として体系化されており、様々な派生技術がある。 この他、気配を消す、殺刑や刑に特殊な変化を加える、高等技術、カレン刑などの技術があり、武芸者はこれらの技術を駆使して戦う。武芸者の能力はかつて、アイレイン・アーフィートという男が持っていた能力の模造品である。アイレインは世界を破壊しようとするイグナシスの兵器に対抗するために、自らの因子を振らせ、それを受け取った者たちが武芸者である。 後に、クレンダンでの戦いの後、世界を滅ぼそうとするレバンティンをはじめとするナノセルロイドたちが滅びたことにより、汚染物質イコールイグナシスの意志が弱まったことで、アイレインの因子が減少。その結果、オーロラ粒子を強しに変えて戦う、武芸者たちの能力が低下していくこととなる。そのような環境下でも、戦闘能力が低下しない上位武芸者たちを、 ハイブースターと故障するようになった。念位操作経脈を持つ人間の中でもさらに一部の人間は経脈が念位と呼ばれる通常の頸とは異なるエネルギーを発する。これは手を触れずに物体を操作し、その物体を介して遠方のものを見たり音を聞いたりすることができるもので赤外線など電磁波も近くできる。これらの能力を利用して広範囲にわたる情報の収集。 伝達を行う技術を念意操作と呼ぶ。念意操作は習得が困難という理由で一部のものしか使わないか連携と異なり、使用できるか否かは完全に先天的な適性に左右されるが、この適性を持つものは逆に勝刑や小継などの通常の軽技が使えない。この能力はかつてニリスという女性に存在していた。 能力であり、月よりもたらされたその能力の因子を受け取った者たちが、念意ミサオ者である。念意の適性を持ち、念意操作を行う武芸者をお得に、念意操者と呼び、念意での索敵や、情報伝達などにより他の武芸者をサポートする役割を担う。念意を使用する際には、頭髪や眉毛、まつ毛などの一部が輪行を発する特徴があり、この光の強さは、 念意の強さに比例する。通常の軽技は使えないため、身体能力は一般人とそれほど変わらないが、念意を用いた知覚と情報伝達の速度は通常の武芸者以上。また、念意の媒介となる物質を爆弾として扱う、念意爆雷という技術も存在し、これが念意走者の主な攻撃、防御の手段となる。 念位奏者は膨大な情報を収集し処理するために脳が強靭にできており、一般人や通常の武芸者と比べ記憶力が優れているものが多く、念位奏者は生まれつき学力的天才児とされている。一方、膨大な情報の処理に伴う感情の動きをいちいち肉体に反応させていては情報処理のスピードが遅れるという理由から、 感情の動きに肉体が反応することをシャットアウトしてしまい、感情表現が苦手なものも少なくない。錬金孔多くの武芸者は、錬金孔と呼ばれる特殊合金を武器とする。錬金孔には特定の大きさや形状、性質などを記憶し、同じく記憶した声と形に反応して、一瞬で記憶した通りの状態へと変化する記憶復元の特性が備わっており、 これにより元の数倍以上の体積や様々な形状、性質に変化することができ、それに伴って重量も変化する。すなわち、手のひらに収まる程度の錬金庫を一瞬にして叱るべき形と大きさ、重量を備えた武器に変化させることができる。声は、もちろん、形も個々人で質が異なるため、 錬金庫は記憶させた声と形の持ち主しか復元できず、錬金庫を復元する際の音声信号にはもっぱら、レストレーションという語句が用いられる。そのため錬金庫は使えば使うほどその持ち主しか使えなくなる。これらの錬金庫が記憶する情報は専用の機器で記憶、消去、調整することが可能でこの武器としての錬金庫の設定の調整や、錬金庫の開発、 剪定などを専門に行う技師もいる。錬金孔は含有する物質の種類や比率などによって性質に変化が生じ、その違いでいくつかの種類に分けられる。錬金孔の復元状態は技師によって調整されるが、ある程度は素材となる錬金孔の性質に左右される。錬金孔の種類と性能差は多岐にわたり、復元する武器や使用する武芸者にあった。 連ンキンが用いられる。連ンキンの一覧汚染獣は、ほとんどの生物にとって害である、汚染物質を栄養として取り込むことができ、繁殖を繰り返して、世界中に大量に生息している。汚染物質よりも効率的な栄養源として、人間を喰らうために都市を襲撃することがあり、都市が汚染獣を回避しきれないときは、武芸者が撃退する役割を担う。しかし、 汚染銃は個体ごとの力が非常に強く、武芸者が単独で汚染銃を撃退するのは不可能に近いため、襲撃を受けた都市は基本的に総力を挙げての対処が迫られる。また、汚染銃の攻撃は熟練の武芸者にとっても致命的な威力を持ち、都市外での戦闘では攻撃が化するだけでも汚染物質を遮断するスーツが破れてしまうため、汚染銃との戦いは、 攻撃を全く受けずに倒すことを前提とした過酷なものとなる。そのルーツは謎に包まれているが、何らかの生物が汚染された環境に適応するために進化を遂げた姿というのが定説で、汚染獣以外ではわずかな植物や微生物のみが汚染物質への耐性を持つ。そのルーツは本作の前日誕、レジェンド・オブ・レギオスに登場するナノセルロイドの一体、 ポーンのなれの派で。汚染物質とは、空の向こうから降り注ぐイグナシスの悪意に反応して、変質したオーロラ粒子であり、ナノセルロイドは、オーロラ粒子をエネルギー源とするために汚染物質への耐性を持つ。もともとは、人型だったが、オーロラ粒子の過剰摂取によって、怪物のようになっている。クレンダンにおける習慣として、強力な老生体で一度の戦闘で殺せなかった場合、 名前をつける習慣がある。携帯汚染獣は生まれついての雌雄の差を持たず、脱皮を繰り返して、携帯を変化させ、その過程でオスからメスへと変化して単独で産卵、繁殖する。生まれたばかりの汚染獣の養成体は、まだ汚染物質を栄養にすることができないため、捕食による栄養摂取が必要で、一度に数千から万を超える個体が孵化するが、共食いにより、 大幅に数を減らす。成長した養生体は、最初の脱皮を経て、有生体と呼ばれる生体になり、脱皮を繰り返して成長し、やがて繁殖期を迎えて、死生体へと変化する。この時点で腹部に大量の卵をため込んでおり、孵化の時期まで栄養を蓄えながら、地中で暮らし、孵化後はため込んだ栄養や、自分自身を餌として養生体に提供する。なお、 稀に繁殖を放棄し、姿勢体ではなく、老生体と呼ばれる形態に変化する個体もおり、その後も脱皮を繰り返す。脱皮を繰り返す、優生体と老生体は、脱皮の回数に応じて、優生一期、二期などと区別する。陽生体の時点では、複眼、広角、多数の節足、羽を持つ巨大な虫のような外見だが、優生体になると一点、胴体は長くなり、 爬虫類のような外見となる。その後、脱皮のたびに接触をして、老生体になると完全に足がなくなって、羽の生えた巨大な蛇のような外見となる。以降、老生に期からは個体ごとに独自の変化をするようになる。一般的に脱皮を重ねた個体ほど強力で、老生体は汚染獣の中で最も強い形態である。物語の主な舞台となるのは、 故郷を離れた霊ンが入学する学園都市、ゼルニと霊ンの故郷であるヤリカク都市グレンダンの二つの都市。ゼルニでは霊ンが所属することになる武芸者の自衛小隊の面々を中心に、グレンダンでは霊ンの幼馴染みである少女リーリンとグレンダンを滑る女王アルシェイラを中心に物語が展開する。学園都市、ゼルニ学園都市連盟に加盟する。 学園都市の一つ。六年生で、いわゆる普通の弁学を学ぶ、一般教養家や、武芸者を育成する、武芸家をはじめとした、様々な学科があり、約六万人の学生が住んでいる。武芸大会や汚染獣の襲撃に対する戦力の中核となる存在として、武芸家の中でも特に優秀な生徒を集めた、招待が組織されている、その中でも一番発言力を持った。 武芸長という役職もある。近年は武芸大会での敗北が続いており、霊本が入学した時点ではセルニウム鉱山を一つしか保有しておらず、次の武芸大会では後がない状況であった。現在、セルニでは第1から第17まで K17 の招待が組織されており、定期的に学内対抗試合と呼ばれる武芸大会の模擬試合を行っている。本来は、 戦力査定を兼ねた訓練の一環であるが、武芸者の多くはプライドが高く、試合の成績が奨励金や招待の解散にも関わることから、実際には勝敗数を競い合う激しいものとなっている。また、試合の様子は一般の生徒にも公開されており、武芸家の生徒以外にとって対抗試合は大きなイベントの一つで、招待や招待員のファンクラブも存在する。 ヤリカク都市、グレンダンサヤをカく都市、ビグザリオによって作られた世界で最初の自立型移動都市、レーフォンの故郷。移動半径内に大量の汚染獣が生息しており、本来汚染獣を回避して移動する自立型移動都市としては異常なほど汚染獣との遭遇率が高い。そのような危険地帯にいるため、ホーローバスはほとんどやってこず、戦争期も クレンダンと戦おうとする都市はほとんどない。他の都市からは狂った都市と呼ばれることもあるが、その環境のために武芸が発達しており、武芸の本場としても名高い。武芸の流派はあまたあり、武芸者同士の試合も頻繁に行われている。また、点検授受者と呼ばれる超絶的な実力を持った武芸者が最大で十二人存在し、クレンダンの住人にとっては、 グレンダンほど安全な都市はないというのが共通認識となっている。ただし、汚染獣との戦闘を頻繁に繰り返しているため、都市の経済状況にあまり余裕はない。グレンダンが戦いを絶やさぬ理由は、いずれ来るイグナシスとの戦いに備え強力な武芸者を集めるためである。その武芸者たちの婚姻をコントロールすることで、アイレインの因子を収束させ、彼のコピーを作り上げることが、 最終目的。王政の都市で王は代々三王家と呼ばれる三つの王家から選ばれる。三王家とは、初代グレンダン王の血を引くアルモニス家、ユートノール家、ロンスマイア家の三つで、元王を要する家は大官家と呼ばれる。強大な武芸者であった初代王の血筋を絶やさないように王家の婚姻はコントロールされ、王の結婚相手は三王家のいずれかか、 そうでなければ点検従事者の中から選ばれる。前述の通り目的は、アイレインのコピーを作り上げることであり、アルシェイラ・アルモニスという能力面での完成型が誕生したことにより完成は近いと思われていたが、ヘルダー・ユートノールが一般人の女性と子供を作ったため、ウバラの目は、武芸者ではないリーリンに受け継がれてしまった。王家の者はその血筋ゆえ生まれながらにして、 オーロラフィールドへの感覚が鋭いため、狼面衆による向こう側の戦いにも関わることができる。クレンダンは狼面衆から危険視されており、スキあらば、王家の者や天ぬ県受諸者を暗殺しようと狙われている。広角のレギオスの本筋となる長編は、文庫本一巻から五巻までが第一部、六巻から十四巻までが、 第2部に位置づけられており、文庫本のタイトルも5巻までと6巻以降で傾向が異なる。物語は、ヤリカク都市グレンダン最強の武芸者、点検授受者の一人であった、霊本が、故郷の都市を追放されるところから始まる。武芸を捨て、新たな道を探すために、学園都市セルニの一般教養科に入学した、霊本は、入学式で起きた騒動に関わったことで、 生徒会長、カリアンに呼び出され、霊本の蘇生を知っていたカリアンにより、武芸会の転嫁を余儀なくされる。霊本は、当初、一般教養家に戻りたいがために手を抜くが、所属することになった、自衛小隊、第十七小隊の隊長、ニーナの強い意志に惹かれ、故郷の幼馴染みリーリンの手紙に励まされ、新しい道を探す場所を守るために戦うことを、決意する。また、 ォ本の入隊は、第17小隊の面々にも少なからぬ影響を与え、第17小隊は徐々に団結し、対抗試合で好成績を残していく。2巻までは、第17小隊が結束するまでを描き、3巻からは、セルニが唯一保有する、セルニウム鉱山に現れた廃墟と化した都市の、電子精霊、廃棄族を中心に、 第17小体以外の小体やグレンダンでの描写を交えて物語が展開する。ハイトの探索を命じられた第17小体と第5小体同時期にグレンダンで起きたリーリンが何者かに狙われる事件の双方を通じ、霊本がグレンダンを追放されるきっかけとなった過去の過ちの全容が明らかとなる。その後、チェルニではハイ貴族を求めるグレンダンの サリンバン共同傭兵団の来訪と同時に違法種の密輸事件が発覚し、霊本と同じ流派に属する傭兵団の長輩屋の登場と密輸事件の容疑者として第10招隊が浮かぶことで霊本が抱える自らの流派の技に対する戒めと第17小隊の狙撃手シャーニットの過去が明らかになる。やがてゼルには廃貴族の力によって汚染獣の創窟へと向かうように暴走し、 暴走の原因を調べるために、都市の機関部に向かったニーナは廃棄族に憑依され、行方不明となる。一方、グレンダンでは、リーリンが養父であり、霊本の師である武芸者、デルクから、流派の後継者の証である、レンキンコを託され、霊本が抱える自戒を解消するために霊本に渡してほしいと頼まれる。これを受けて、リーリンはチェルニへ向かうことを決意する。女王。 アルシェイラから廃棄族捕獲の命を受けた、アマネ県呪術者サバリスが、リーリンと共に、セルニに向かうという展開で、第一部を締めくくり、第二部へと続いていく。第二部以降では、レギオスの世界のルーツについて語られていくことになるが、そうした世界の成り立ちについての要素は、短編の、アデフォーユーで初めて描かれた。バンアレンデーのイベントの日に、セルニで起きた出来事をフェリ、ォン。 ニーナの視点で描いた3連作の短編で、霊本視点の第2話では、第5小体の副隊長シャンテの体に隠された秘密が、ニーナ視点の第3話では、狼面衆と対立する男ディックが初登場し、狼面衆とディックとの対立の構図が描かれた。時間軸としては、文庫本4巻と5巻の間のエピソードであり、第2部以降はこのエピソードがあったものとして描かれている。 しかし、第二部の開始時点ではこの短編は短編集に収録されておらず、月刊ドラゴンマガジン本紙未読の読者から長らく文庫本への収録が待たれていた。特に第二部の一冊目にあたる文庫本六巻はこの短編を読んでいなければ、わかりづらい内容になっており、作者の雨木修介は公式解説本にて六巻を読む前に十巻に収録されている。 この短編を読んでほしいと語っている。セルニ暴走の原因を調べるべく機関部へと向かったニーナは、そこで遭遇したハイ貴族に憑依され、その力で学園都市、マイアスへと飛ばされる。セルニへの道中、マイアスに滞在していたリーリンはニーナと出会い、二人は電子精霊と謎の集団、狼面衆が関わる争いに巻き込まれる。一方、 セルニでは連日汚染獣に襲われる日々が続き、レイホンは、行方知れずとなった、ニーナの安否に焦燥感を募らせる。やがて、セルニが突入した縄張りの蝶である汚染獣が現れ、その汚染獣によって、レイホンは汚染された世界の真実の一端を垣間見る。マイアスでの事件が解決したことでニーナはセルニへと帰還し、セルニの暴走は収まった。 それと入れ替わるように、セルニは戦争の時期に入り、近い距離にあったマイアスとの武芸大会が行われることになる。リーリンと共に、マイアスに滞在していたサバリスは、武芸大会の戦闘に乗じて、リーリンを連れて、セルニへと潜入する。無事、レイホントの再会を果たした、リーリンは短期留学生として、セルニに泊まることになる。一度は、 リーリンが持ってきた、連金校の受け取りを拒否した、レイホンだが、ニーナやフェリの説得によってようやく受け取る。廃棄族回収のために、ゼルニに来ていたサバリスは、狼面衆と協力して、廃棄族を手に入れようとする。二度目の武芸大会中、ゼルニに、汚染獣が現れ、レイホンは、苦戦しながらも老生隊と戦っていたが、突如、サバリスが戦闘に加わり、 フェリの協力もあって心昇する。そんな時にーナは再び、ディックと狼面集に接触する。一方で、混乱状態のツェルニに対して、やりかく都市グレンランが迫っていた。グレンランでの戦いから数ヶ月が経過し、学園都市ツェルニは激しい戦いの傷をようやく癒しつつあった。現世都会長、カリアン・ロスの懸念事項であった、武芸大会も、 参戦二勝一無効という成績で、規定の数のセルニウム鉱山が無事に確保された。それから時が流れ、セルニに卒業の季節が近づき、次期生徒会選挙が行われる。卒業し、学園都市を去る者、新しい学年に進級する者と多くの人々が、新しい季節に向けて動き出している中、グレンダンでの出来事を引きずり続けている、霊本は、 立ちすくみ前に踏み出すことができず、ただ一人取り残されていた。そして新しい年が始まる前に起きた、ある戦い中で、霊本は、リーリンを失ったという事実をようやく、受け入れその悲しみを、フェリに吐露する。しかし、平和な時間が過ぎていくその裏で静かに忍び寄る影、世界を破滅へと導こうとする、者たちと、世界の危機を察知し、行動を起こそうとする。 者たち。そして、学園としてるには、ある理由から、世界の敵として認識されてしまう。新年度に入ってから起きた、様々な出来事やニーナの祖,祖父であるジルドレードとの、開校から、霊本は、グレンダンでの戦いが終わっていないことに気づき、来るべき戦いに備えて力をつけて自ら危機に、立ち向かっていくことを決意。手がかりを得るためグレンダンの戦いで、デネボラの、 遺産を託されていたフェリに遺産の解読を依頼する。一方でゼルニが世界の敵と認識される原因となったその理由イコールナノセルロイドマザー1レバンティン。自身の任務を後回しにし目的である人間の観察を行うためにバティレント名乗りゼルニに潜伏し霊本ラと交流する。クレンダンとゼルニ、それぞれの時間が過ぎていく中フェリが遺産の解読に成功。 レーフォンとフェリは、世界の異変の手がかりを得るためかつて訪れた、ハイトシイコールジロエン都市、メルミスクに旅立つ。時を同じく、レバンティンも第一対象であった名シェンから自身が、望む、答えを得る。そして、罰として得た人間の感情に戸惑いながらも、目的を果たすために、チェルニを去った。そしてついに十二人の点検受受者が揃ったその日、グレンダンに最悪が舞い降りた。 恋の幸は突起ない限りアニメ版のもの。それ以外のものについては別途記載する。赤ん坊の頃、メーファーシュタット事件で汚染獣の襲撃を受けた宿泊施設の中に取り残されていたところを突入してきたデルクに保護され、彼が経営する孤児院に引き取られ、家族同然に育ってきた。第17小隊ゼルニで最も新しく結成された小隊 霊本のクラスメート霊本のクラスメートの中で特に霊本と親しい三人の女子。三人とも放浪バスの拠点となる交通都市ヨルテムの出身で幼馴染の間柄。三人のうちの一人、名支援が入学式で起きた騒動で霊本に助けられたことをきっかけに霊本と親しくなる。武芸家上記以外で武芸家に所属する生徒たち。 武芸家以外の学科上記以外で、武芸家以外の学科に所属する生徒たち。天根県受術者や理覚都市グレンランが誇る最強の武芸者にして、天剣の称号を持つ者たち。皆が並外れた戦闘力を誇り、白金星の錬金庫とミドルネームを持っている。十二人揃うことに何か意味があるらしいが、十二人目の霊本画がハルドの告発とミンスの暴略によって、 追放され、さらに、ドゥリンダナとの戦闘において、デルボネとティグリスが死亡。デルボネの後継者として、エルスマウが、新たに、点検受受者となるが、ティグリスの孫で、次期点検受受者兼、ロンスマイアケ投手と目されていた、クラリーベルがチェルニに出奔してしまったため、ボルフシュテーンと、ノイエランの二人が欠けることになる。後にハイヤがボルフシュテーンを、クラリーベルが、ノイエランをそれぞれ継いだ。 女王、アルシェイラも含め天検たちは、霊本が闇試合に出ていた理由を知っているが特に咎めている。様子はなく、アルシェイラは民衆の暴動を防ぐため追放を決断したと語っている。霊本の義理の姉で、類名の専属ダイトメカニックであるルシャによると、十二個の天検にはそれぞれ名前がついているが材質はどれも変わらないので、交換しても気づかれないらしい。 終盤でのレバンティンとの決戦で、リバース、カウンティア、カルバーン、カナリス、ルイメイ、サバディスの6人と、まさに半数が戦死。新たに、点検を継いだ3人を除いて、最終的に生き残った物語開始時の点検受受者は、リンテンス、バーメリン、トロイアットの3人だけだった。決戦時の戦死者たちの点検が引き継がれたかどうかの、描写はされておらず、唯一、 ボルフシュテーンだけがアルシェイラによってかつての所持者であったレイフォンの手に戻った。セルニのセルニウム鉱山に現れたハイトの電子精霊、灰貴族を求めセルニに現れる傭兵団。短編の登場人物本作の概念に位置づけられる作品としてレジェンド・オブ・レギオス、聖戦のレギオス、僕とレギオスの旅の3つの小説が発表されている。いずれの作品も 本作では語られることのない過去の出来事を描いており、それぞれの作品が単独の物語としても成立するようになっている。それぞれの作品で異なる人物を主人公に据えているが、いずれも本作と同じ世界の物語であり、作品の垣根を越えて登場する人物もいる。レジェンド・オブ・レギオスは本作の舞台背景が構築される以前の過去の世界の物語で、 本作の世界ができるまでの天末を描いている。聖戦のレギオスは本作の登場人物の一人であるディクセリをマスケーンを主人公にしたスピンオフ作品で時間と空間を超えて狼面衆と戦ってきたビックの経歴が描かれるレジェンド・オブ・レギオスと本作の中間に位置づけられる物語。本作同様、著者はアメキ・シュスケ。 イラストは親友が担当し、レジェンド・オブ・レギオスは2007年6月から2008年9月にかけて、聖戦のレギオスは2009年3月から、いずれもスタイル F のレーベルで発表されている。僕とレギオスの旅は物と会話できる不思議な力を持つ、少年アッシュと、シュナイバルで生まれたばかりの電子精霊・ツェルニが共に旅をする物語で、彼らの旅を通して電子精霊が、 自立が大等都市を持つに至るまでの過程が描かれる。原案は本作の著者である、ア木キ、介が、著者は河村秀明、イラストは、コ野俊氏が担当しており、2009年6月から、角川翼文庫のレーベルで発表されている。2006年3月14日から、携帯サイトの富士見オールスターズでは朗読ボイスという、4。 5分程度のボイスデータが無料で配信された。男性ボイスの担当は、ハゲミチヒコ、女性ボイスの担当は担当は、滝田樹ジュリ、長谷川アキコが朗読した。2006年11月12日から2006年12月3日に、富士ミティーエイジファンクラブで放送された、ラジオドラマ。第17招待の面々や、作品の舞台背景を説明する、第17招待の日常と、 短編、クール・イン・ザ・カフェをドラマ化した3話の全4話。2008年3月に、月刊ドラゴン・マガジン2008年4月号の付録としてドラマ CD 化された。2007年4月に、富士見ドラマ CD コレクションとしてドラマ CD 化された。内容は、第1巻、広角のレギオスをドラマ化したもの。ジャケットのイラストが異なる一般流通バージョンと、 富士見限定バージョンがあり、前者はレイフォン、後者はニーナがメインのイラストになっている。違いはジャケットイラストと購入方法及び特典 CD で本編の内容に差はない。2009年8月にキャラクターソング集、クロームシェルドレジオスキャラクターソングズザガーストセッションマイナスが発売された。この CD にはキャラクターソングの他にオリジナルスピンアウトドラマ、 クロームシェルドストーリーも収録。TV アニメ、広角のレギオスのために結成されたクロームシェルドのメンバーをモデルに、作品世界に実際に存在しているバンドという設定で、藤見処方監修の下、オリジナル脚本化し、各メンバーのキャストを新人女性声優たちで音声ドラマ化。2009年1月、ゼクスクスによるアニメーション制作。 AMG ミュージックによる音楽制作でテレビアニメ化された。テレビ神奈川を筆頭に UHF 局係数局で放送。全24話。随所にアニメオリジナルのアレンジが加えられつつも、基本的にストーリーの大筋は原作に沿っている。未完のライトノベル作品をアニメ化する場合、終盤はアニメオリジナルの展開になることが多いが、本作では終盤にも、 原作の要素を取り入れるために、毎回のシナリオ会議に、ファンタジア文庫の編集者が出席し、監修を行っている。また、原作者のアメキからは、放送開始当時は発売されていなかった、文庫本題12巻や、アニメ用のアイデアが提出された。作中で使用されている音楽は、エンディングテーマを除きすべて朝倉大介がプロデュースを手掛けており、 オープニングテーマの作曲と編曲も朝倉大輔が手掛けている。一方、エンディングテーマは、この番組のために結成されたロックバンドクロームシェルドが手掛けており、ボーカルが一人で歌うオリジナルバージョンとヒロインとのデュエットバージョンとが本編の内容に応じて使い分けられる。また、前期エンドロールがスタッフからキャスト、最後に主要登場人物のキャストという珍しい、 順番で表示される。ドラゴンマガジン2008年11月号にて、テレビアニメ化決定が正式発表され、放送開始前から、ドラゴンマガジン本誌、アニメ公式ホームページのほかプレセペ、サーファーズパラダイス、アソビットシティ、アミューズメントメディア総合学院など、複数のホームページで情報が随時公開されている。2008年11月24日、 横浜館内ホールで行われた TBK アニメ祭り2008バージョン2ではプロモーション映像の公開や声優陣によるトークショーが行われた。このプロモーション映像は後日公式ホームページや動画配信サイト YouTube にて配信され配信開始から3日で再生回数が2万回を超えた。2008年12月18日からは レイ役の岡本とシャーニット役の谷山がパーソナリティのラジオ番組レギオスのラジオスがアニメイト TV マリンエンタテインメントのホームページで配信が開始されたレジェンド・オブ・レギオス回によっては本編中にレジェンド・オブ・レギオスの1シーンが短時間流される映像が挿入されるタイミングは回によってまちまちでアバンタイトルやエンディング直前の回もあれば 本編の最中に挿入される回もある。このシーンのセリフは、ハードボイルドな雰囲気を出すためにすべて英語でアフレコされており、ヒロインの鞘を演じる、なずか香り以外はなるべく英語ができる演者が、キャスティングされている。また、映像はモノクロでセリフの字幕はなく、エンドロールでもキャストが発表されず、作中では次回予告時に、演出のために、 外国語のセリフを使用している胸を示すテロップが表示される以外、この映像に関する説明が全くない。DVD の初回限定版には未放送の映像を含めて、これらの映像を時系列順にまとめたレジェンド・オブ・レギオス完全版が特典として同梱されており、こちらでは色付きの映像と日本語のセリフでエンドロールではキャストも発表されている。 スタッフスタッフ主題価格はリスト放送局ウェブ、ラジオテレビアニメ放映に関連して、アニメート TV、マリンエンターテインメントでウェブラジオが配信された。任天堂 d s アプリゲームプロジェクトレボリューションに参加しており、富士見処方1.0及び、富士見処方1.1、プラチナパック、ヒロインスペシャルパックが発売されている。富士見処方1.0及び、 富士見処方1.1、プラチナパックは原作版のイラストであるが、ヒロインスペシャルパックのイラストのみアニメーションに準拠している。突起がない限り著者は、雨木修介。イラスト担当は親友。突起がない限り原作者は、雨木修介。ありがとうございます。